はややっこは、日本の白髪の競争馬。主な価値案は2019年のレパードステークス。白毛馬として、世界初の平地国際重賞競争優勝馬である。場名の意味は、早くて白い。2016年2月10日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。突然変異で白髪として生まれた祖母、白雪姫から広がる白髪一族の一頭である。母マシュマロは、 白ケマとして、史上初となる JRA での新馬勝ちを達成した競争馬。オジホワイトベッセルは、白ケマとして、史上初の JRA 競争勝ち馬。おばゆきちゃんは、関東オークスなど、地方交流重賞3賞を挙げ、白ケマとして、史上初となる重賞勝利を達成している。前述の四頭及び父キングカメハメハボフクロフネと同じく、 金子正人の所有馬となり、美穂国枝久支給者に入級した。2018年6月24日、東京競馬場での芝の新馬戦でデビューし、三着。白髪一族は主にダートで成績を残しているが、管理する国枝が可能性を探るため芝の新馬戦が選ばれた。2層目の新潟競馬場での未勝利戦で、初勝利を挙げる。 10月20日東京の IB ステークスで、クロノジェネシスの8着となった後、初ガート戦となる11月17日、京都競馬場の持ちの気象でノーバレンダの4着に入った。2019年初戦、1月26日東京の500万、下競争。3月3日、中山競馬場の500万、下競争を2戦連続で2着とした。後、 3月23日中山の500万下、競争で2勝目を挙げた。5月12日東京の青流ステークスは8着に終わったものの、8月4日、新潟競馬場のレッパードステークスでは10番人気の評価を覆して、デルマルブルを差し切り優勝。史上初となる白髪馬による JRA 重賞制覇を達成した。世界初の白髪重賞馬であるゆきちゃんの、 重症価値倉ははべて日本独自の格付けであるため、平地競争としては JRA のみならず世界初となる白髪の国際重症競争優勝馬となった。この勝利はイギリスの競馬新聞社レーシングポストも取り上げた。当該のレッパードステークスは直前に亡くなったディープインパクトの追悼競争でもあり、場所の金子にとっては自身の所有馬であったディープインパクトの追悼競争を 自身の所有場で制したこととなった。その後は、シリウスステークスや、宮古ステークスへの出走を視野に入れていたが、喉の炎症による休養が長引き、レースには出走せず2019年のシーズンを終える。2020年は、初戦のポルックス S でスワーブ・アラミスの2着に入り、2月、京都のアルデバランステークスは10着。3月、 中山の総武ステークスでは再び2着と盛り返したが、5月、京都の平安ステークスでは12着に敗れた。以下の内容は、ジャビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。障害競争では、イギリスのシロケマルッセブランが2016年に、クラシックチェースを制している。ありがとうございます。